もう、トリッコのは自己中YouTuber、ブラックボックスキングですと。新年明けましておめでとうございます。正月もまあ、電話番をやってまして、まあ、会社の電話番やったり、まあ、お客さん対応、まあ、お客さんかってことですけどね、普通に帰ってきましたね。で、まあ、いろいろ仕事が忙しくですね、まあ、こう、新年の挨拶もこう遅くなったわけで、本日1月10日かな。ウィンファイブ当てちゃうぞ。新年第1回目なんですけども。1回目なんですけど、39回。昨日、一昨日かな、なんか、居酒屋よく行ける居酒屋の、ほら、結構綺麗めのお姉さんっていうか、綺麗めのお姉さんの、まあ、そういった、まあ、ウォータービジネスやられてる方はね、よく常連で来るんですけどね。話はね、面白いしね、人間的にも素晴らしいんですよね。可愛いしね、美人だしね。まあなんか、子供も結構なんか、方々にいて何人もあるんですけどね。子供もいるみたいなんだけど。なあ、若い時からなんか30年ぐらいか水商売やってるみたいだけどね、やっぱりね、いろんなこと知ってるし、まあ人間もできてるし、いろいろ話聞いても、ああ、なるほどなと。まあ同い年なんですけどね、自分とね。まあ、自称28歳。私も、そのお姉さん28歳なわけねえだろうって話なんだけど、まあ、まあその辺はいいとして。まあ、それで3時まで飲んでたもんだから、昨日眠くてほら、昨日やらなきゃいけないんですよ、この2杯目とかね。今日朝皆さん、買われると思うんでね。で、これからまた現場行きますんで、まあ、本日、E5 当てちゃうと、はい、これ、トースポ食事してきましたから、まあこれで来るでしょ。これを軸に買ってください、これ。よく見て、はい、ストップボタンでね。このね、黄色いやつ軸ね。紫って意見もあるけど、トースポの紫って意見もある。だけど、BBK 的には黄色軸ね。で、これをまとめたものをもう、作ってきましたから。皆さんがバチッと簡単に朝からるようにね。なんかいますよ。はい。ウィン5当てちゃうぞ。第39回。新年短縮バージョン。ベラベラして降ってるバージョン電車の中にいるんだ。はい、1番、2番、3番、サンキューよろしく、当てちゃうぞ。わかりますか？サンキューよろしく、当てちゃうぞ。第39回。39回。300円で当てますから。1万、2万買ってやったじゃってよ。面白くねえだろ、お前。いくらもらえんだ、これだよ。硬い場合は6万円。まあ、でも10万ぐらい当たるんで、これ。当たればね、硬くてもね。そんな別に1000万2000万狙ったってしょうがないじゃんな。予想できないよ、こんな。1000万2000万。どうやって1億2億のま予想するんだ、こんなに。300円でよ。300円しかねえんだからよ。本命買うしかねえだろ、お前。300円なのかって当たんのかよ。まあ、そんなね。あ、髪切ったっすね。7月から切ってなくてさ。7月、8月から。専属美容師からさ、よく我慢したねって。専属美容師、かっこいいしょ、これ。以上、足立区のほら、専属美容師、まあほら、まあ、竹の塚6丁目で、ほらもう、まあ、芸能人みたいなもんだ、専属美容師がいるわけですよ。まあ他で切るとね、他の方になっちゃう、トラカリになっちゃう、専属美容師にカットしよう。と、うん、いうことで、もう、現場行かなきゃいけないんで、警備してきます、ばっちりと。それでは、皆さん、E5 当たったら、ね、好きなもん買ってください。さよなら、バイバーイ。いい評価だったらガールズバイ行こう。